はい、ーですこんにちはあの前の動画を見ていただけたかなあのワイプワイプあのまあまあうまいことできたんでねあの今回も調子に乗ってあのワイプがしとうってやっておりますがあのまたこれねあの気になるっちゅうか私元生活保護受給者でしたんであの経験談をねちょっと えーみたいなえ雄、ー、かなんていうんですかねあのあ大阪市の場合なんでね私大阪市で、えー、1年ぐらいちょうど1年前かな1年ぐらい前まで、えー、生活保護を世話になってましたほんでこのね記事なんですけどこれねちょっと言いますとね「59歳生活保護年金の繰り上げ受給」 どちらを選ぶべきかね、でいます。どちらが良いのでしょうか、いうことなんですね。これまさしくね、私。えー、っと、生活保護を世話になった時がね、あのー。ちょうど五十九歳やったんですよ。ほんで、あのー、生活保護。世話になった時が五十九で。ほんで、六十になり、なりません。六十になった時に。あのー、ケースワーカーからね。 あの年金繰り上げせんとあかんで」って言われて「であのはいわかりました」私60歳の誕生日60歳の誕生日の一日一番早い人で繰り上げの一番早いパターンがねた60歳の誕生日の一日一日前らしいですわだから私その一日前のもうほんまの。 一番早い繰り上げのそのタイミングでね繰り上げ時給しに行ったんですけどまあそれが当たり前と思っとったんですねその何とかの法則がありますやんあのもらえるものはもらいなさいよいうのもまあ知ってましたんでねまあそういうことやろなと思って、あのー、当然のようにやったんですけどあのー、まあそれを何度かこう動画で、ね、話しさせてもらった時にいや違うでえ言うて。 いやそんな年金60繰り上げる必要ませんで言うて65になってからもらわんとあきませんでいうのね何回かいただいたんですねええみたいなんでほんであのそういう生活保護関連で動画を上げてるねあの小川祐樹さん言うてねあの何行政書士さんかな弁護士さんかななんかいてあるんですけど。 その方もね、動画内でね、65になってから、65になるまであの、繰り上げする必要もせんで、ちゃんと言うてはったんですね。で、ええー、思って、それはもうねえよ思ってね、ほんで私、ケースワーカーに言うたんですよ。あのー、なんか65、65になってからでええー、みたいですよ、年金。なんか なんとか手帳にもちゃんとそれ記載されてるみたいですよ」言うてねなんかちゃんとその正式に書かれてるみたいなんですよそのなんか生活保護手帳みたいなんですかねよくわからないですけどほんでそれを言うたらね「いやそんなことないない」言、あのー、そんなことないよ」60繰り上げせなあかんで」みたいな「さようか」みたいなねほんでまあ私、まあ、まあ60も65も一緒やろう思ってねそこはもう。 繰り上げせいまあそのしたあとやったんでね今更変更できへんかったんですけどまあまあしゃあないなって思うとったんですけどねこの記事をね見たらねこれ選べるとか書いてるんですよほんで65繰り上げする必要はないって言うてありますんでねこれねあのー、59歳。 生活保護、年金の繰り上げ、受給にどちらを選ぶべきか悩、ね、んでいます。どちらが良いのでしょうか？ということで、えー、これね。年金は60歳まで受給開始時期を繰り上げることが可能です。もしも59歳で生活保護を受給している場合、60歳から年金を繰り上げ受給するのと、年金の受給開始時期を変更せずに。 65歳まで生活保護を受けるのとではどちらにメリットが多いのでしょうか。でこれもう選べる前提で言うてありませんか、えー。生活保護費や年金時給額を上げ生活保護の受給要件を満たした人の60歳からの繰り上げ時給と65歳以降の年金時給額について比較・検証していましたということですね。 年金保護費の金額をどのようにして決まるということですね。ここですね。年金を受け取った場合の生活保護費は加算それとも不足分の補填生活保護はあらゆる手段を最低限度の生活の維持に充てた上で不足分を補うものですと。従って年金を受け取っている人が生活保護費を受け取る場合の金額は年金に加算,年金に加算されるのではなく、 最低生活費から年金やその他の収入を差し引いとそぐとなりっていうことですね。だから私がそうでしたよ60歳で年金をもらうとだからま六65歳からもら,うもらうよりも少ない金額になるわけですよ繰り上げすることによってね少なくなった金額があの前た私が生活保護が10万円やったとしたらね10万円で年金がまあ5万円としたら。 万万円円かから年金5万円を引かれるんですよだから私生活保護としてもらえるのは5万円ででプラスあなた年金で5万円持てますでしょでトータルはあの生活保護と一緒ですよっていうことなんですねそういう理屈なんですよけどそれがねそれはなるほどですやんけどこ,この記事でも言うてありますしねその私も何人かの方に教えてもらったんですけどその。 いやそうじゃないんやでと年金繰り上げする必要はないんやでとっていうことでねけどその大阪市の場合はね大阪市の場合はあの繰り上げせえとそれ当たり前やと繰り上げするのが当たり前やっていうことなんですねどっちが本前に話であのまあ深く追及してないですけどそのね実際問題今となっては 知りたいですよねまさかそんな適当なことを大阪市もやれへんはずなんですけどねえそのよういうその地区によって違うっちゅうことなんですかねほんまにねだからあのここに書いてある一度減額された年金受給月額が増えることはないだから私はもう今生活保護は卒業させてもうたんですけどもうねえ 今更ほんならね生活をやめたから65からにまたしてくださいもうできないんですよ。ね年金の繰り上げ時給は無理のない範囲で慎重に判断をて判断もできへんかった大阪市の場合ですね。判断もできないもう強制的にせえって言われたんでね。はい 一方で年金受給の開始を60歳に繰り上げると65歳から受給を介した場合と比較して受給額額額が月24%の減額となります年金を受け取りながら不足分を生活保護で補填する働きながら不足分を生活保護で補填する年金を受け取りながら働くなど自分にとって無理のない老後の生活をイメージし繰り上げ受給について慎重に判断する必要があるでしょう。 ということでね。そんなあの判断する。あれもなくはいということでした。はいまあ、これはあの私が大阪市で生活保護を受給しとった、まあ、経験談ということで、大阪市の場合は、えー、年金は繰り上げ制度。繰り上げせんとあかんねんっ当たり前のようにしたという話ですね。それが。いい 大阪市だけ特別なんかどうなんかはねあの今さらもうあれ掘り下げるつもりもないですけどえーまあそういうことですわはい以上ですいつもすみません失礼しますチャンネル登録お願いします